徳島西部交通株式会社は、かつて、徳島県三間市と香川県の高松市、北郡三木町を営業エリアとしていたことでグループの貸切バス事業者で、高松こと平電気鉄道の100%子会社であった。もともとは、太平洋戦争中に、戦時統合によって、徳島県西部のバス事業者を統合してできた会社であった。1957年10月14日に、 四国交通など4社が徳島西部交通から分離独立の後残った当社については高松琴平電気鉄道が資本参加して同社のグループ企業となる。なお2001年に高松琴平電気鉄道が経営破綻した際、同社参加の琴電バスは連鎖する形で民事再生法を申請するに至ったが、 当社については特段の法的処理を行わない形でそのまま存続していた。経営の柱は貸切バス事業と旅行業部門であった。地元では低価格の料金と保有台数の多さで、学校、観光庁などの信頼度も高かった。また、会社設立時の経緯から四国交通及び、同社親会社の徳島バスとも結びつきが深く、 両者の高速バス路線の乗車券発券業務についても委託を受けていた。ことでんグループのバス会社ということで、路線バスのポールもことでん、バスと共通のものを使用し、貸切バスの車体デザインも、かつての高松こと平電気鉄道や旧高松バスのものから色などを改変したものを使用していたが、最近はことでバスの貸切バスの車体デザインと同じものとなっていた。 三菱不装エア6イにン置貸切車路線バスは、かつては徳島県西部に網の目のように路線を広げていたが、利用客の減少に伴って徐々に廃止。最後まで残っていた穴吹駅は基調潮野江高松駅線も2012年4月に休止、翌年4月1日に廃止となり、以後は貸切バス専業となっていた。貸切バスは大型11台。 中型3台の合計14台、さらに乗り合い登録の大型エアロバスも1台、保有していた。徳島県内各社では、貸切バスの現車が相次いだため、近年の保有台数は、徳島バスに次いで、県内、第2位であった。同社の貸切バスは、座席テーブル、足置き台、シャンデリアなどを装備する車両が多く比較的豪華な、仕様であった。 詳しくは公式ウェブページから確認できる。2018年8月31日をもってことでん、バスに九州合併され、75年の歴史に幕を閉じた。本社営業所は、同社の徳島営業所となった。北岩線、穴吹高松線、穴吹池田線、穴吹駅,駅、西村線、穴吹、川上線、佐ク光黒砂線。 貞光石本家船以下の高速バス路線は発見業務のみを担当する。ありがとうございます。